悔しいか小僧。自分が最弱だってことが。ならその悔しさを捨てるな。そいつはおめえがまだ諦めてねえ証拠だ。自分ってやつをな。父さん、一世剣舞祭で優勝できたら、その時は僕を認めてくれませんか。それは大きな間違いだ。お前のような何もできないはずの人間が何かしてしまうと、非力な者たちが不毛な思い上がりを抱く。何もできないお前は何もするな。私がお前に望むのはそれだけだ。そう、絶対にならなければならない。なぜならそれは江宮四郎にとって唯一の感情だからだ。たとえそれが自身の内から現れたものでないとしても、お前はただ江宮切継に憧れた。お前の理想はただの借り物だ。江宮切継が正しいと信じたものを真似ているに過ぎない。正義の味方だと笑わせるな。誰かのためになると、そう繰り返し続けたお前の思いは決して自ら生み出したものではない。これを偽善と言わず、なんという、そんな偽善では何も救えない。いや、もとより何を救うべきかも定まらない。そう、人は差別されるためにある。人は平等ではない。人間は皆違っておるのだ。どうして最後までろくでもない口喧嘩しかできなかったんだ。もう母さんはいない。どこにもいない。俺が、人間が弱いから。どうして弱い奴は泣くしかないのか。そう、あの時救われたのは俺の方じゃない。誰一人生存者のいない大火災。助かるはずのない子供と、いるはずのない生存者を見つけた男。どちらが奇跡だったかといえば、それは勝てると知って、意味がないと知って、なお挑み続けるその姿、それこそ俺の過ちに他ならない。だというのになぜ。優れたものなどどこにも存在しないということ。たとえ10倍も100倍も勝る力を持った眩しい誰かがいたとしても、間違えずに生きられる者などどこにもいないのだから。自分のことより他人が大切なんてのは偽善だと分かっている。それでもそう生きられたのなら、どんなにいいだろうと憧れた。俺の人生が長いものでも、誰もが幸せであってほしいという願いは美しいもののはずだ。俺は慰めない。愚かでも引き返すことなんてしない。この夢は決して、俺が最後まで偽物であっても決して間違いなんかじゃない。俺たちはみんな生まれた時から親友だ。それを拒む者がどれだけ強くても関係ない。どれだけ世界が恐ろしくても関係ない。どれだけ世界が残酷でも関係ない。戦え。ダメだ、気が遠くなる。わしは死ぬのか、恐怖で震えている。何ビビってんだ俺は。畜生、この調子に乗りやがって。喋りすぎだてめえは。王とは誰よりも鮮烈に諸人を見せる姿を指す言葉。姿も能力も
そして力も全く同じ2つの存在があったとして、そのどちらかが王となって戦いを支配し、残りのどちらかが牙となって力を添えるとき、その違いは何だと聞いてんだ。答えは一つ、本当だ。彼は人類の敵ではありません。私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります。大勢の者が彼を見ても聞きました。ならば彼が巨人と戦う姿も見たはずです。つまり巨人は彼のことを我々人類と同じ捕食対象として認識しました。我々がいくら知恵を絞ろうともこの事実だけは動きません。私はトワリ、人類復興のためなら心臓を捧げると誓った兵士。その信念に従った推理、命が果てるのなら本当、彼の待つ巨人の力と残存する兵力が組み合わされば、この町の奪還も不可能ではありません。人類の栄光を願い、我から死にゆく全ての間に彼の戦術が血を溶きます。そうだ、一体何を迷っていたんだ。誰かに負けるのはいい、でも自分にだけは負けられない。俺は正義の味方になる。お前も俺を否定するように、俺も死力を尽くしてお前という自分を打ち負かす。